今日の動画はコウキ TV Vlog です。小学校からの友人がカメラを持ってくれました。とてもいい天気です。飛行機も揺れずに済みそうです。刺激臭さ酸っぱくて最高。今から東京に向かいます。久しぶりの飛行機にワクワクしています。こうちゃんが12時35分リーク。パパは何度乗っても緊張します。こうちゃんは機内サービスが大好き。 USJ はどこかな。14時10分羽田到着。結構曇ってます。すぐホテルに向かってもいいけど少し時間があります。空港でリムジンバスに乗り込みます。いい感じ。あっという間に爆睡。すぐに復活。実はこうちゃんもパパも初ディズニーです。兄さんがディズニーにとても詳しいのでガイドしてもらいます。今回はディズニーシーに来ました。入ってすぐにドナルドとデイジー、初めての記念撮影。ピノキオとジムニーがいたよ。何も乗ってないのにウキウキが止まりません。最初に乗ったのはソアリンファンタスティックフライト。10分待ちの今、この日はだいぶ空いていたようで、いろんなアトラクションが5分から15分待ちで乗れました。センターオブジェ、お次はインディ・ジョーンズ・アドベンチャー、クリスタル・スカルの魔球。こうちゃんはホラー系やおどろおどろしいのが大の苦手。骸骨のオブジェは怖かったけど乗り物は楽しかったようです。サンドイッチやポテトを食べたよ。美味しかった。あそこにそびえ立つのがかの有名なホテルハイタワー、タワーオブテラーです。こうちゃんはどんなアトラクションなのか一切知りません。ディズニーシーのラスボス感満載です。
ただならぬ雰囲気に口数が少なくなるこうちゃん。死ぬようなデコボコはダメやっけ。そんな言葉とは裏腹に呪いの偶像シリキ・ウトゥンドゥにより人生最大の恐怖を味わったことは言うまでもありません。今回のお宿はドーミーインプレミアム小伝馬町。こうちゃんは無料の夜泣きそばが大好き。おいしい。お腹も空いていたので3杯食べました。朝食はビュッフェスタイル。海鮮丼があったので小伝馬町を選びました。東京ミッドタウンへやってきました。ウームの事務所を目指します。28階への行き方が分からず右往左往。事務所からの景色は本当に絶景です。無事に撮影も完了、ありがとうございました。最終便で山口県へ帰ります。離陸時の夕焼けがとても美しかったです。20時50分山口宇部空港へ到着。TV をまた見て。